アウグステ・ビルヘルミーネフォン、ヘッセン・ダルムシュタットは、ツバイブリュッケン公、マクシミリアンの最初の日。アウグステは、ヘッセン・ダルムシュタット法白家の公子ゲオルク・ビルヘルムと、その日、マリア・フォン・ライニンゲン・ダグスブルク・フォルケンブルクの四女と、して、ダルムシュタットで生まれた。1785年9月、アウグステは、マクシミリアンと、結婚、ご子を産んだ。 夫マクシミリアンは、ストラスブールに駐屯するフランス王国軍の主官であった。しかし夫妻はたびたび、パリを訪問していた。アウグステは、文通をしていた王妃マリー・アントワネットに、面会している。1789年、マクシミリアンの連帯が、フランス革命に巻き込まれ、彼は家族を連れて、アウグステの実家のあるダルムシュタットへ避難した。それから5年間、 彼らは、ダルムシュタット近郊のマンハイムに暮らした。1794年12月、フランス軍がマンハイムを攻撃した。アウグステは自宅を、フランス軍に砲撃され、マンハイムから逃れた。1795年4月、マクシミリアンは、兄、カール・アウグストの後を継いで、ツバイブリュッケン公となった。しかしツバイブリュッケンは、完全に、 フランス軍に占領されていた。1796年3月、肺を患っていたアウグステは、ロールバッハで亡くなった。彼女の遺体は、ダルムシュタットのシュー路スキルヒエに埋葬された。ありがとうございます。